最近バカとお嬢、妙なんだよな。二人ともなんかコソコソしてるし。あの場にいたら気まずいったらない。それにお互いを意識して下げてるような気もするしな。もしかしてあの手紙。ただいま戻りました。お帰りなさい、トーマ。少しお願いしたいことがあるの。よろしいかしら。子供の頃、母はよく桜の水信玄餅を作ってくれました。先日母のノートに作り方が書いてあるのを見かけて、それで私も試しに作ってみたいと思って。まず最初に塩漬けの桜の花を水で塩を洗い流します。うん、メモによると次はゼラチン、砂糖と蜜を入れます。よく混ぜたら沸騰まで入れます。沸騰した液体をモールドに入れます。桜の花も入れてモードルに蓋をして残りの液体を入れます。雪よ、前。いや、水信玄餅をモードルから外してお皿に乗せます。きな粉と黒蜜をかけたら出来上がり。ありがとう、トーマ。うわ、若、何をするんですか。モンドから旅人の抹茶スチームミルクのレシピが届きました。なんだか面白そうだし、トーマもきっと興味持つと思いますよ。まず抹茶パウダーをヨーグルトにふるいかけてよく混ぜる。けんえよ。ここで桜のシロップを牛乳に入れる。抹茶ヨーグルトに桜牛乳を、そして桜クリームも入れます。最後は飾りの飴玉とチョコレートをつけて完成です。モンド風のドリンクをもとに桜の要素も加えている。これを店に出したらきっと大人気間違いないでしょう。確かに特別な味がしますね。私からもお兄様に特別な贈り物を用意しました。お誕生日おめでとうございます、お兄様。ねえねえ、聞いた？これはお店の旦那さんが自ら彩香様に頼んで作ったレシピなんだって。彩香様もこの新しい限定セットの開発に何日も没頭していたらしいよ。え、マジで？本当？僕も本当にうまいんだ。お母様、稲妻の皆さんはお母様のお菓子をとても好んで召し上がっていますよ。お母様もきっと喜ばれていることでしょう。若はお嬢のためにわざわざモンドにいる旅人。うん。特製優等竹風味、味はどうですか。高価姿の彩り祭限定桜セット好評発売中。